せーの、楽しく覚えよう。みんなでシュワシュワシュワー。イエーイ。重大発表。接客用語を募集します。そしてやっちゃんが動画にするよ。こちらの動画なんですけれども、やっちゃんがですね、今までアップした中で一番皆さんに見ていただいている動画なんですね。今現在、今日は2022年5月12日現在で再生数いくつというと5万回でーす。うわー、ありがとうございます。いいね、グッドボタンの数は1344。いいねー。そしてコメントの数は59コメントをいただきました。本当にありがとうございます。なかなかもう返信まで追いつかない状況で、もう大変申し訳ありませんでした。これからはね、少しずつですけれども、こうやって皆さんとやり取りできたらいいなと思っております。コメントはもう全部もう隅から隅までって読ませていただいております。その中でこの表現方法教えてほしいっていうのもありました。リクエストが、そうですよね。こちらの動画は接客の時にたくさん使われるそういう言葉多いんですけれども、仕事って本当に様々な仕事があると思うので、このね動画以外にもその仕事で必要なねそういう言葉もたくさんあると思います。ですので、お仕事の中で接客の時に必要なね言葉、こちらをコメントでぜひ教えてください。やっちゃんが手話で表していきたいと思います。そして募集の期間ですね、こちらいつっていうのは今から、この動画アップしてからでいつまでっていうと、いつにしようかなって考えたんですけども、今私の、YouTube のチャンネル登録者の人数がですね、5615人なんですよね。なので、6000人、達成するまで募集します。そして6000人達成記念ということで、コメント、内容を手話で表したものをまとめてアップしたいと思います。はい、そしてコメントいただく内容についてなんですけども、注意してほしいことがいくつかあります。コメントはできるだけ具体的に意味がつかめるような内容でください。理由は、手話に変えていくときにですね、意味をつかむっていうのが大事なんですよね。こちらの方がろう者に通じやすいので、なので、仕事でこういう時に使ってますっていう方法でコメントいただけると嬉しいなと思います。もしたくさんあるよっていう場合、あとは、すぐに欲しい、知りたいっていう場合はですね、やっちゃん、オンラインレッスンもやっております。
時間も30分からできる。繰り返し見れるし、表現も私の方でチェックさせていただくので、よりろう者の方に通じる表現が身につくと思いますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。お問い合わせ先はですね、概要欄に貼っておきますので、そちらからお問い合わせください。お待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。今ね、ご視聴いただいている方々の先に聞こえない方がいらっしゃるということでね、少しでもお役に立てたら嬉しいなと思います。それでは最後はみんなで一緒に合言葉、3、2、1、はい。手話の和、和和和。それでは皆様からのコメントお待ちしております。